ベルゲン鉄道路線。ベルゲンの山中鉄道はいわゆる技術の脅威に属する。技術の脅威とは普通は地下のトンネルと高架橋のことだ。だがベルゲン鉄道は特別で、言ってみれば芸術的な梁と板で建てられた地面より高いトンネルを持っている。それらのトンネルは単に雪崩と雪の吹き寄せの防御用であり、主として最も景色の良い興味深い場所のあたりで何マイルも何マイルも続いている。トンネルのないところにも少なくとも高い木造のバリアが張られている。にもかかわらず辛抱強い観察者はあちこちで工事人が開けておいた穴を見つけ、列車が次から次へと木造のトンネルを通過する合間にこの世の美と高貴さにつかぬ間目を見張ることができる。しかしながら事柄を整理しておくと、この技術の脅威はウスタダールの頂上にまで、そしてウステクベイクにまで及ぶのだ。最初のうちは列車はある時は普通の地下のトンネルを、ある時は緑のノルウェーを、森や牧野を、川や湖の岸辺を走る。そこには常に何か見るべきものがある。ヘネフォスに着くまでは木造の農家、角のない牛、山や谷、有名な滝や亡命中のトロツキー、その後は即にの心地よい谷間、黒い森の間のきれいで新鮮な牧草地、至る所で緑の山腹に散在する褐色の張りのある材木の足場の上に立つ妖精の城のような小さな家々。そして突然クレーデレン、花崗岩の岩盤の間にクレーデレン湖が出現し、岩盤の上には葉の茂る森が蒔絵のかつらのように乗っている。それらは六郎氏の巨匠によって直に削られた山のようにこぶこぶの卵型をしている。仕方がない、ここでは世界を地質学的な目で見なければならない。例えばノレフィエル山の下の花崗岩のキューポラ群はこんなことを示している。世界はその創造の際に熱い粥のようなものからただそのまま吹き出されたのではなく、大変な忍耐で作り出され、磨かれ、丸められ、積み重ねられ、滑らかにされ、最終的にはクレーデレン湖の上の山を寸刻みに、このような氷河が楽しく分け尻側に横切るようになったのだ。氷河はそれらの丸さに満足していた。本当にそれは良いことだ。誰かが私にそんなにうまく重なり合った他の氷河を示してくれれば。しかしまた別の山々もある。それらは丸められたのではなく、まっすぐまたは斜めに切り取られ、氷河によって割られ、くさび型になり、層をなし、材木のように板状になって積まれ、屋根板のように自らの中に差し込まれ、シワになり、曲げられ、折られたり切られたりしている。それは花崗岩への恐ろしい大工仕事だった。地質学的年代といわれるものだが、何という仕事がそれらの上に見て取れることか。ありのままに言って氷河期とはとてつもない仕事の場だった。ただ見てほしい、どんな職人技が当時なされたのか、そしてその技術の脅威とはいかなるものか。石について共感のない人はこの世の美と大いなる尊厳について多くを知らないことになる。それからやってくるのはハリングダール渓谷、民族芸術で有名な古くから続く農業の谷間だ。ここではかつて有名なハリングダールのバラが描かれ、今日でもこの地の人たちが手仕事に対するいかなる愛を持ってさまざまなものを建築してきたかがわかる。
乱暴に見えるほど力強い丸太造りの農家、狭い梁の基礎の上に広く置かれた納屋、木造のパゴダのように塔の形に作られた古い昔ながらの教会、彫刻された窓、破風、列柱、それらは美そのもの、本質的で頑丈な幹と厚板で作られた古い世界の仕事である。そして木を評価しない人は、この世の革新的でありながら不遇な民衆的な美の多くを見逃すことになる。そうだ、石と木、それがハリングダールである。そして森、同じ巨大な列柱と見まがう森、それほど高い木々、さらに長く引き伸ばされて積まれる干し草、小柄で褐色の牛たち、黒いたてがみの重々しい馬たち、一面の牧野、一面の絹のような草、黄色いカミツレの仲間、白い下付草、よそにはない釣り金草の青、梁で支えられた窓に咲く朱色、バーミリオンのゼラニウム、それがハリングダールである。おそらく世界中で彫刻し、彩色し、刺繍する、そんな民族的習慣が最も発達したのはこうした山岳地帯であろう。私は知っているが、部分的にはその習慣のおかげで、山間の僻地の谷間には祖祖祖父や祖祖祖母以来の古いものが比較的多く保存されたのだ。しかし、何かが保存されるためには、その前にそれが生じなければならない。私の考えでは、その仕事をするのは木材である。男の子の手に丸太を持たせれば、きっとナイフを持っているから、その木を切り刻み、刀の柄や彫像、または柱を作り出すだろう。木材は彫刻したり彩色したりできるが、石はただ塀や古代の石の墳墓に向いているだけだ。民族芸術は建築から斧やら、スロバキアの牧羊舎の長い笛やバグパイプに至るまで木材をずっと守ってきた。それゆえに山や森が支えられているのだ。そのためハリングダールでも、ピレネーやアルプスや、あるいは我が国でも、山々の木が茂るところでは、同じように民族的芸術が人の心を楽しませる。石像は自然の仕事、木造は人間のなす技である。少なくともこの世で物事の自然な秩序が支配していた限りでは、そのような状態だった。